ちょっとまだね、残ってて。このマイナーペンタテトリスのハンマリングやりましたね。この続きがあって、ちょっとね、スラップの練習になるんで、スラップのサンピングの練習になるんで、ちょっと運指とサンピングの練習ということでやってみましょう。ドワツドワツドワツタツタ。ちょっとね、右手のゴースト入れてます。ちょっと皆さんやってみましょう。マイナーペンタのテトリスの運指ね、3フレット5フレットハンマリングサムゴースト、ドワーツドワーツ、ハンマリング、さっきハンマリングだけだったでしょ、ドワ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 だったのをドワーツ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 ドワハンマリングサムゴースト、3フレット5フレットハンマリングサムゴースト、5フレット7フレットハンマリングサムゴースト、5フレット7フレットハンマリングサムゴースト、1弦の5 7ハンマリングサムゴースト、ドワツ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 、どうすかね。さっきのハンマリングにサムゴースト一発入れてるだけですね。ドワーツ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 、皆さんもご一緒に。今度ね、2弦と1弦だけプルに変えましょうか。ドワツタ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 ツ、2弦と1弦だけプル、人差し指でプルに変えます。ちょっとフレーズっぽくなりましたでしょ、あのベースのスラップのフレーズっぽくなったでしょ。ちょっとゆっくりいきますね。皆さん一緒に行きましょう。ドアツドアツダアツダアツダアツ、ドアツダ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 アツ。で、ちょっとね、左手のフォーム見てほしいんですけど、いわゆる教則本引きのフォーム、クラシックスタイル。4弦3号の時はこのまま、教則本引きのクラシックスタイルでいきます。ドワーツ。で、3弦3号。3弦もまあ、教則本引きです。あの、クラシックスタイル。で、2弦に行った瞬間に4弦のミュートがおろそかになるんで、こう、ひゅっとこうね、握り込みのロックスタイルに変えます。こう、ここで2弦をプルするときに4弦のミュートがおろそかになっちゃうんで、こうヒュッとこう止めます。こうやってこう鳴ってるやつをで握り込みます。こうやってだから2弦をプルする瞬間ですね。こうヒュッと変えます。この教則本のクラシックスタイルから。ゆっくりいくと、ワツダー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 ツ、クラシックスタイルからロックスタイルに変化、クラシックスタイルからロックスタイルに変化、こういう教則本引きのスタイルからロックスタイルの変化。これはね、あの弦飛びスラップでこう4弦弾いて1弦プルとか
3弦弾いて1弦プルとかこう弦を飛んで飛んで飛びまくるでしょ。飛んだ時にこう4弦3弦がミュートがおろそかになっちゃうから、こうひゅっとこうねしれっとこうカポタストのように親指でちょんってこうミュートをするとこういうフレーズの時に、こういうフレーズの時にこうキュッとこうミュートすると、ミュートしなかった場合はこうなっちゃうでしょ、わーってわーってなっちゃうでしょ。ぐわーってなっちゃうから、だからこういう風にドワツドワツドワツタツタドワツタ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 、慣れてきたら早くテンポ早めにしてみましょう。バンバンやりましょう。それでは皆さんご一緒にいきましょうかね。ドワツドワツドワツタツタ、ドワツドワツドワツタツタ。ちょっとこれだけ、このペンタマイナーペンタ系の動きなので、スラップの時のフレージングの時よく使うパターンなんでやってみましょう。